すみません、倉庫の補充届きましたけど。オルハちゃん、受け取り確認お願いできるわよね。それでね、あのやらしい客が。わかるよね、いつも来るサーファー崩れの。知ってる、アロハ着て柄の悪い。スカートめくられたり。私、振り向いた隙に直に触られたことあるよ。でね、そいつらがね、トレイを持って通り過ぎようとしたら、スーッと手を伸ばしてきて。うわぁ、最低。それで、どうしたと思う？どうしたの？すかさずトレイを片手で持って、スカートに手が伸びる直前に、手の甲をギューッと。すごーい！つねったの？トレイ持ったまま？そう。トレイの上の紅茶は、穏やかな湖面のように揺るがない。まるでなんでもないよ。気づかないほどの自然さで、でも、力いっぱいギュッとつねったの。そうしたらあいつらは？そりゃもう唖然としてたよ。痛いというよりは何が起こったかわからないって顔でポカーンとして。最高やる。それで終わらないんだって。それでね、そのトレイを運ぶ先はどこだったと思う？どこ？あのきつい目のうるさいおばさん。すっごい露出の。ああ、すっごい胸の。それ、それがね、オーダーの紅茶を受け取って、一口飲んで。うん。この紅茶、とっても美味しいわ。って、褒めて帰ったの。おはようございます。あ、清浦さん。ちょうどよかった。みんな、この子がその清浦さん。この子が。へぇー。今ね、昨日の清浦さんの勇姿を語っていたのよ。勇姿なんて、当たり前のことをしただけです。へぇー。うん。なんですか？褒めてるんだから。はぁ、あ。まあ。ちょっとは見直した。オルハ、素直じゃないな。うるさい。ほら、みんなフロアに行こう。
キオラさんも早く着替えなよ。はい。キオラさん、今日から本店のヘルプがいっぱい来てるから。ほら、今の子たち。本店のヘルプなんですか？そう。今までも人手が足りない時にちょくちょく来てもらってるんだけどね。これからはいよいよ忙しくなってくるから。そうなんですか。うん。花火大会が近くなるにつれて、どんどん人が来るようになるんだよね。はあ。ってことで、みんなに清浦さんの紹介しておいたから。ああいうのは、ちょっと。いいからいいから。じゃ、頑張ろうね。はい。